おはようございます。最高位戦日本プロ麻雀協会42期前期森本俊介です。よろしくお願いします。1985年7月27日生まれと東京都です。はい、始めたきっかけ、一番最初の入りは、小学校の頃の家族麻雀ですね。その後は、まあ、本格的にというか始めたのは、町田ウェルカムで大学1年生の頃からですね。はい、きっかけ、はい、それこそ当時、先ほどお話した町田ウェルカムで仲良くなった、未だにちょっと親交がある、まあ、アマチュアの方がいらっしゃるんですけど、その人に赤坂に赤丸っていう雀荘があるんですけど、そこに連れてって行ってもらって、うちの大先輩の水巻渡プロに会ったのが入りですね。初めてで、まあそれこそお食事とか行かせていただいたことはないんですけど、まあ、麻雀はちょこちょこご一緒させていただいてて、でちょっと何年か経ってから35期の最高位決定戦に水巻さんが残られて、その DVD を見たのが一番最初のきっかけですね。やってみたいなって思って、はい、それこそ変な話、今主要5団体って言われてますけど、それ以外の団体も知ってはいたんですけど、まあお世話になるなら、まあ、最高位戦だなっていう感じですね。はい、当日も言ったんですけど、実感がないですよね。未だにないです。それこそツイッターとかでいろんな方にメッセージいただいたりとか、それでああなったんだな ぐらいですね。あんまり表に感情出すとこじゃない。いや、それこそ上がった瞬間も、あ、上がれた ぐらいですね。上がれて、あ、展望こんなもんだなぐらいですね。やってる時に、なんかいろんな、やっぱ人間なんで、取ったらこうだとか、取れなかったらこうだとかはもう極力考えない。本当なら練習セットとかやりたいなとか思ってたんですけど、まあなかなか、期間でいうと大体2ヶ月ぐらいの大会だったと思うんですけど、なかなか、できなくて、ただ配布、今までの歴代の戦いの何ですか、まあ、記録か、まあ、残ってはいたので、まあ、そちら見たりとか、まあ、映像は去年のクラシックの決勝も残ってましたんで見たりとか、あとそもそもが僕自分の麻雀あんまり3年目でこんなこと言うのもあれなんですけど、行って後悔することが多いんですよね。あ、引かなきゃよかったみたいな。でクラシックは、それが結構致命傷になるっていうのは思ってたので、そうですね、守備力強化に重点を置いて、勉強といえばそれぐらいですかね。バッキバキですね。まあ、座って2曲ぐらいですかね。最初のインタビューが確か日向さんと、それこそうですね、石橋さんとかもと河野さんがいらっしゃって、まあ、面識はほとんどないんですけど、あ、見たことあるみたいな。でそこから緊張で入って、まあ、タクスはってちょっとしたら大丈夫でしたけどね。いや、麻雀中はそんなことないんですけどね。やっぱりこのなんか取られてるみたいなは、そもそもそういう人生じゃなかったんです。まあ一言、そうっすね、深いですね。多分一生分かんないんだろうなっていう、こうだよっていう、こういう場面ではこうだよって、全体通してこういうメンタルで打つのがいいよっていうのは、なかなか諸先輩方いろんな本書かれてますけど、一生誰かが何かを言って流行って、廃れての繰り返しかななんて思うんですけど、でそもそもがブラックボックスじゃないですか。見えない情報が多い世界で、なのでやっぱり、一生解明しきれるゲームではないっていうことを考えると、やっぱりじゃあ一緒やろうかなみたいな感じです。はい、趣味で言うと料理ですかね。調理師免許を持ってまして、今
今ちょっと遅い時間に入ることが多いんで、夕方とかあれなんですけど、あの仕事の方で昼間入るときは、まあ、弁当作ってとかぐらいはやりますね。あと休日にドライブしたりとか、まあ、ぐらいですね。ちょろっとですね、夜の水商売やってた時期が長くて、で店長もやってたんですけど、まあ、それでちょっといい食事出そうかなみたいなのがきっかけで取った時期はありましたね。活用はそんなしてないですけど麻雀っていうものをそれこそ中学とか変な小学校とか、まあ、この間やられてましたけどね、 M リーグやっぱすごいなって、まあ、そういう風に動いてるんだなって思いますし、うん、なんだろうな、やっぱりそういうイメージ、麻雀に対する世間の方のイメージを全部払拭する一端に自分がこういう活躍とか、まあ、たまたまですけど今回は通じて関われたらなっていう感じですかね、はい、今日はこんな場を設けていただいてありがとうございました。もう一回自己紹介します。森本俊介と申します。今回たまたま自団体の尊敬する飯田雅人さんの名前が冠されたタイトルを取ることができたんですけども、まあ、この結果におごらずやっていこうと思いますんで、今後とも応援の方でよろしくお願いします。